最終決戦も佳境に入り、物語の初めから伏せられてきた伏線が次々と回収されていく中、ついに作中最大の謎、オール・フォー・ワンの過去が明かされます。ということで今回はナンバー407頂上維持についての解説と、オール・フォー・ワンの正体について考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。爆豪勝樹が奇跡の復活を果たし、覚醒した個性によって追い詰められるオール・フォー・ワン。爆豪と2代目の面影が重なり、人生最大のトラウマ、工藤への憎悪が蘇った前回406話でしたが、今回は壮絶なモノローグから始まりました。最初雰囲気が怖すぎてヒロアカじゃないと思ったよ。長年謎に包まれてきたオール・フォー・ワンの出生の秘密が描かれた407話でしたが、予想以上に壮絶なものでした。昭和初期の日本を彷彿とするような街の路地裏で、一人の娼婦が病に倒れ、解任した記憶がない双子を河原で産み落とすところから始まった異能の歴史。その原初の異能保有者がこの娼婦とオール・フォー・ワンだったことが判明します。なんか寄生獣みたいな感じだったよね。突如として子を宿すというのはイエス・キリストを生んだ聖母マリアに通ずるところもありますが、この娼婦の人生はとても惨めなもので、体から生えてきたイボと腹に宿した双子によって命を吸い取られ、死後も川に流されたことによりパンパンに膨れ上がった遺体へと変貌します。パンパンに膨れ上がったお母さんの母乳を異能で生やした牙でチューチュー吸っている。オール・フォー・ワンの描写が怖すぎるよ。もはや人間なのかすら定かではないオール・フォー・ワンという生き物は、弟の養分を吸い尽くして生まれたことで強い肉体を持っており、幼少期から異能を駆使して異能反対派を虐殺して回るという殺戮行動を繰り返します。弟のヨイチはオール・フォー・ワンに栄養を全部持っていかれたから体が弱かったんだね。兄とは違い、両親を持って生まれたヨイチは兄の残虐な行為に心を痛め、なんとか止めようとするも、弟のヨイチをただの所有物としか思っていないオール・フォー・ワンはヨイチを蹴飛ばしてしまいます。弟に対する愛情っていうよりかは、おもちゃやぬいぐるみに対する所有欲って感じなんだね。生まれた時から母や弟、そして周りの人間の命や異能を奪い続けてきたオール・フォー・ワンは、自分より1年後に中国で生まれた発光する赤子が人類初めての異能保持者という世間からの称賛が気に食わず、1000万人の審判を超えたというニュースを耳にしたオール・フォー・ワンは、発光する赤子の異能者を殺し個性を奪ってしまいました。自分の方が最初の異能者なのに、発光する赤子が最初の異能者だっていう世間の評判が気に食わなくて殺したってヤバすぎるよ。光る個性を手に入れたことで、10代前半にして1000万人の審判を引き入れたであろうオール・フォー・ワンは、魔王としての波動を着実に歩み続けます。兄の残虐な行為に心を痛め続けるヨイチはその後オール・フォー・ワンによって幽閉されるも、後の2代目継承者となる工藤によって救出されるのですが、自分の所有物であるヨイチを奪われたオール・フォー・ワンは激高し、ヨイチを自らの手にかけてしまうのでした。オール・フォー・ワンって生まれた瞬間から純粋な悪だったんだね。生まれ持っての悪の性質がコミックの魔王を知ってしまったことで、さらにとんでもない悪に育ってしまったのでしょうか。今回はヒロアカ世界の根幹に触れるような非常に難解な回でしたね。考察ポイントはたくさんあるけど、どれも難しい内容になりそう。考察ポイントをまとめると、オール・フォー・ワンの出生の秘密、個性ウイルス説、発光する赤子、死柄木という名前、この4点です。オール・フォー・ワンって結局何だったのかな。母親が娼婦で解任に覚えがないと語られていますが、これは2つの可能性を示唆しています。1つ目は職業柄、不特定多数と性交渉していることから父親が誰だかわからなかった説、そしてもう1つは処女のままイエス・キリストを解任した聖母マリアをモチーフにした説です。どっちとも取れる説明だったよね。突然娼婦の体内に宿ったという表現だったので聖母マリア説が濃厚ですが、生まれた直後のオール・フォー・ワンの様子からエイリアンや寄生獣のような人間とは異なる生物が誕生してしまったような禍々しさを感じますね。オール・フォー・ワン地球外生命体説もあるかもね。異能を発現した新人類が無個性の旧人類を駆逐したと考えると、現在のヒロアカ世界は
人類ではない何かに地球を乗っ取られた世界なのかもしれません。世界で初めての異能者って思われてた発光する赤子の人より前にオール・フォー・ワンが生まれていたから、地球で一番最初の異能者はオール・フォー・ワンってことだよね。そうですね。他者から奪い取るという性分を持って生まれたオール・フォー・ワンは、母の異能を奪い、弟から養分を奪い、他者からも奪い続けた彼は、ある時弟が読んでいたコミックに描かれていた魔王という存在を知り、それ以降魔王に憧れるようになります。集英社の本社がある神保町でコミックを読んでるから、これって集英社のビルだよね。人間を超越した悪意の塊が魔王という理想を持ってしまったことが悲劇の始まりだったということですね。次の考察ポイントは個性ウイルス説です。娼婦が発症だったり、ネズミが媒介して世界中に蔓延したり、もろに異能をウイルスとして表現してたよね。異能反対派が超常維持は補菌者の可能性が高いと言っていたことから、異能者イコールウイルス感染者というのが当時の日本では定説だったようで、現代では個性として一般的に受け入れられていますが、医学に精通した市営八歳会の若頭千崎は個性を病気と呼んでおり、実際に個性消失弾を作成する過程でマウスによる実験を行っています。個性が病気だとすると、個性消失弾はワクチンってことになるよね。現実の世界でもウイルス進化説というのは存在しており、一般的に生物の進化は環境に適応できなかった個体が淘汰され、適応できたものだけが生き残る説が有力ですが、首の短いキリンと長いキリンの中間が存在しないという現象から、ウイルスによる急激な進化が存在するのではないかと研究されています。エリちゃんとかシガラキトムラも個性による突然変異した人間だもんね。ドクターガラキが提唱する個性終末論では、いずれ個性が制御できなくなり人類は破滅するというウイルスパンデミックによる絶滅を示唆していますが、未だ登場していない千崎とエリちゃんが個性というウイルスを治療し、個性がない世界を作っていくのかもしれませんね。次の考察ポイントは発光する赤子についてです。中国で生まれた一番最初の異能者って言われてた人だよね。オールマイトとの戦いで若返りが進行したオール・フォー・ワンが突然発光しだしたことから、発光する赤子はオール・フォー・ワンだと思われていました。しかし実際のところは別人であり、オール・フォー・ワンの1年後に生まれた異能者だった発光する赤子は、10代前半で1000万人の審判を集める絶大な支持を得ており、自身が先頭に立って平和を歌う紛れもない偉人でした。最初に生まれた異能者じゃなかったわけだけど、オール・フォー・ワンたちは維持だったから戸籍登録がされてなかったし、インドでも異能者がかなり生まれていたけど、法整備がされていないから戸籍登録ができていなかったってことなんだよね。人類の歴史上初めて戸籍登録された異能者ということで、世界中から支持を得た発光する赤子でしたが、それを気に食わないオール・フォー・ワンによって殺害され、個性を奪われてしまいます。発光する赤子の支持者はどうなったのかな。おそらく個性を奪われるという概念がない時代なので、神の力が移ったという感じで、そのままオール・フォー・ワンの下についたのではないでしょうか。発光する赤子の信者1000万人をそのまま奪えたから、世界を支配して超常黎明期の王になったのかもね。最後の考察ポイントは死柄木という名前についてです。そういえばオール・フォー・ワンって戸籍登録されていないし、生まれた瞬間に親が死んでるから名前もないはずだよね。407話でオール・フォー・ワンの出生の秘密が明かされましたが、一つだけ違和感がありました。それはサブタイトルがオール・フォー・ワンオリジンではないということです。オリジン回って大体がヒーローやヴィランに目覚めるきっかけになったエピソードが描かれるよね。今回の過去回想でオール・フォー・ワンが魔王を目指したオリジンが描かれたにもかかわらず、サブタイトルは超常維持でした。ということはまだオール・フォー・ワンのオリジン回は残されているってことなのかな。ヒロアカの世界では名前というのはかなり重要な意味を持ちます。オール・フォー・ワン自身も死柄木という名字を後継者の志村天子に与えるなど、自分の名前に愛着を持っているにもかかわらず、未だにオール・フォー・ワンだけは本名が明かされていないのには何か理由があるはずです。弟のヨイチはオール・フォー・ワン自身が名付けたっぽいけど、自分の名前はどうやって付けられたんだろうね。オール・フォー・ワンとヨイチの出生にはモデルとなった神話があるのではないかと噂されています。それがローマを建国した伝説の双子、ロムルスとレムスです。
あんまり聞いたことない話だけど、どんな内容なのさ。軍神マルスの子として生まれたロムルスとレムスは権力争いに巻き込まれ、生まれてすぐにテベレ川に捨てられてしまいます。そこに狼がやってきて、双子に乳を与え育て、やがて成長した双子が権力を奪い返し、ローマを建国したというエピソードです。ロムルスとレムスが狼の乳を吸っている銅像がイタリアのローマにあるカピトリーニ美術館に展示されているんだってね。この伝説がオール・フォー・ワンと与一のモデルになっていたとしたら、幼い双子を育てた狼がまだいるのではないでしょうか。オール・フォー・ワンを育てた狼って、可能性が一番高いのはドクター・ガラキです。超常黎明期に出会ったとされるオール・フォー・ワンとドクター・ガラキでしたが、未だにそのエピソードは語られていません。確かにドクター・ガラキってオール・フォー・ワンと同列の悪なのに謎だらけだよね。ドクター・ガラキ自身もオール・フォー・ワンには特別な感情を抱いていることが多々見受けられ、友情というよりかは愛情に近いものを感じます。同性愛なのか親子の愛情なのかわからないけど、ちょっと普通の関係じゃないよね。死柄木という名前に柄木という文字が含まれているのも何か意味深ですよね。オール・フォー・ワンがドクター・柄木に出会って初めてオール・フォー・ワンオリジン回が描かれるのかもしれないね。ということで今回は407話超常維持についての解説とオール・フォー・ワンについての考察をしてみましたが、いかがだったでしょうか。あなたの考察や感想をぜひコメント欄で教えてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。